深い心ってね、もうみんな自分の物事、先ほど判断力だと決断力言ったけど、自分の中にね、これがいいと思い込んでる部分がある。もっともっとでも深いところの、実は自分でも普段出したことない、見たことない自分がいるわけです。例えばもう先祖代々の何百代先のものだ、記憶だとしたら分からないじゃないですか。もうまして前世の記憶と重なってるからますます分からないわけです。でそれはかなりでもね、深い強い力を持ってる場合がある。危ない危ないって言いながら危ない方向かって、こんな人ダメって言いながらその人にどうしても心惹かれていくとか、どうしてもだって決断つかないとか、本当にその深いところまできちっとあれした時に決断はもう相手もつかざるを得なくなる。だからそれを根本からひっくり返すことができるのは真がしかないと、どう捉えている。それを私30年間やってきた。そうした時全く思いもよらない運命になります、人生になります。自分でも今想像もできないような、まあそういうことです。